気をつけてくださいね。はい、やっぱり軽自動車。お、この中に、はい、この中に。おこんにちは、富川優太です。トヨタイムズニュースでは福島で行われています水素社会実現に向けた取り組みを取材し続けていますけれども、今回ですね、その取り組みがさらに進んだということで取材してきました。どうぞ。今月、デンソー福島で初めてお披露目されたのはトヨタが開発した水電解装置。少し難しい言葉ですが、水を分解して水素を作り出す装置のことです。デンソー福島ではこの装置で作られた水素エネルギーを燃料とすることで工場のカーボンニュートラル化を目指します。装置の裏側を少しだけ見せてもらいました。お、この中に、はい、この中に、ここに水電解スタックが入ってます。この奥に、奥に水電解スタックが入ってます、はい、この水電解っていうのは水と電気から水素を作ります、はい、だから水を供給しなければいけません、はい、その水を供給しているのがこのラインになります。ほうほうほう。でここをこうやってこう水通ってってこっち行ってこのスタックの中にボーンと入ると水、はい、水素ができると。もう急に飛びました、ね、飛びましたか。水って H2O じゃないですか、はい、なので電気分解、電気を加えると H2 と O2、はい、水素と酸素ができます、はい、酸素ができて酸素も捨てられて、はい、できた水素が出てきてこっちこっから出てくるっていう感じですね。あ、水素出口って書いてある。はいはいはい。タンクに送られてタンクに溜まってますというの。あ、本当だ、大きく水素ガスって書いてありますね、はいはい、でここで水素溜まったのを、はい、こっち側の向こう側の工場に送るという感じ。上からここ、はいはい、こう通っていってるんだ。はい、そうです。水に電気を加えることで水素と酸素に分離する、その逆の工程をたどるのがトヨタの燃料電池車ミライです。水素を使って電気を生み出し車を動かす FCEV ですね。このトヨタの FCEV 技術が今回の水電解装置の開発につながりました。実際にミライで今使っているものとほぼ同じ状態でできるわけですよね、水を作る方が。まあそうです、燃料電池を生産しているラインをやっぱり共用するっていうことがありますので、うん、ほぼ同じものを作るっていうことを目標に作って。そっか、全く違ったらまた工場を一棟建てなきゃいけなかった。そうです、そうです。理想はそのやっぱり燃料電池今日は作る、あ、今日は水電解を作るみたいになると嬉しいですよね、うん、でもやっぱり結構楽しくやってらっしゃいますね、研究も含めて。きっとね。ありがとうございます、はい、そうですね。実際は違うんですか。悩み聞きますよ。大丈夫です。この装置が福島で使われることには大きな意味があります。今日お世話になります。トヨタイムズいつも見てます。ありがとうございます。よろしくお願いします。サービスコメントありがとうございます。とてもない。福島県の内堀正夫知事、震災と原発事故からの復興のために福島で水素社会の実現を掲げてきました。2年前、浪江町にある水素製造施設 FH2R に豊田社長が視察に行ったことがきっかけで、両者が思いを一つにすることになったのです。原発、津波、風評被害、いろんな40区においてですね、ご苦労されたこの土地に、また未来とともに新しい方々が集まってくる、そんなきっかけにですね、この10年目を迎えてそうなっていけばいいんじゃないのかなというふうに一個人として思っております。水素エネルギーというものが大事なキーワードになっています。私たち自身が再生可能エネルギー 100% を目指して福島県を再生可能エネルギーの先駆けの地にするという目標を明確に作り上げています。来週でいよいよ丸10年を迎えます。このタイミングで豊田章男社長が自ら福島頑張れと温かいメッセージと、また水素エネルギー未来というですね、次の方向性を示していただいたことに心から敬意と感謝を表したいと思います。ありがとうございます。やっぱりこうやって、一歩を踏み出された、ところにですね、やっぱり、自動車会社としてもそこでできたものを
どう運び、どう使うかの使う側としてですね、ぜひともこのグリーン水素をどう使うかという実装にぜひ参加させていただきたいなと。水素社会実現に向けた第一歩を踏み入れる、これが今日の3月5日をスタートにできたというのはね、というふうに逆に言われるように、ぜひとも今後の5年後10年後に期待いただきたいですし、また応援いただきたいと思います。会見から2年、水素社会への取り組みは各地で広がっています。水素が物流で、あるいは実際我々の必要なエネルギーとして使われる、そういう都市をまず福島で作りたいんだということが、この2年間で着実に実現しています。トヨタは運ぶということをしてきました。でここでできた水素をレースという場で使ってきました。今度はこの作るという形で水素を作っていくということになりますけれども、この実際に現場をご覧になって、水から水素を作る装置で水素を作る、はい、この新しい形っていうのはどう手応えを感じますか。私たちのまさに身の回りにある水から大切なエネルギー水素が作れる、すごくシンプルだけど難しい、その挑戦をトヨタがまた電装が力を合わせてチャレンジしてくれていること、まさに未来にとって必要だと思います。作ってそして貯めて使う、この一連の水素社会が福島の地から動き出しているな、それを今日実感しています。世界へのこのモデルケースとしてアピールする場にもなりますね、はい、どうしても原発事故の福島というネガティブなイメージがあるんですが、原子力災害に見舞われた福島だからこそ、逆にこういった未来のエネルギー水素が未来じゃなくて今我々の目の前に近づいてるんだよということを、トヨタさんあるいはデンソーさんたちと一緒に世界に発信をしていきたい、こう思っています。思いに共感する人たちの輪はいろんな形で広がり始めています。今回特別にですね、納車したばかりの水素キッチンカーを見せていただくことになりました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。これが水素キッチンカー、ね、そうですね、あの SEV のキッチンカー、まあ、になります。これもう電源入ってますね。もう電源入ってますね。いや静かですね、やっぱり。そうですね、我々今までやってたキッチンカーは発電機を回してたんですが、まあ、それがなくなって、まあ、静かになるっていうのはこの EV の車の最大の特徴かなと思ってますので。郡山観光交通が導入したのは水素エネルギーで動く FC キッチンカー、来月から実際に走り始める予定です。頭気をつけてくださいね。はい、おお、あのこの中の音も家の中であのキッチンで感じるぐらいの音ですね、やっぱりね。ここがあの冷蔵庫になる。ははは、はい、今までのディーゼルキッチンカーではあの走ってる間はこっち側に電気が回せなかったんですね。冷蔵庫は冷えてない状態、今回はもう走ってる間もここに電気が来てますので、この冷蔵庫に入れとけばもう当然あの冷蔵庫の機能を生かしたまま移動ができると。どれぐらいこうつけっぱなしで大丈夫なんですか、電気は。まあ一日動かしてても全然大丈夫というふうに聞いてます。車の中って考えないで見回すと、本当ホテルのキッチンがコンパクトにパッと詰まったような感じですよね、はい、そうですね、あの本当ちっちゃいレストランとほぼ同格の、 あの設備にしております。はい、8年前から食を通じて福島の魅力や文化を知るフードキャンプを行ってきたそうです。畑や湖などさまざまな場所に出張し、生産者の近くで旬の食材を使った料理を味わえることも。実際にシェフが名物のブイヤーベースを作ってくれました。早速いただきます。これは全て地元の食材。ほぼそうですね、はい、福島県内の食材を使っておりますですね、はい。うん、あ、もっと身が柔らかいと思ったけど結構身が引き締まっていて、しかもこの素材の味をかなり生かすような、はい、味付けですね。ほうぼうっていう。ほうぼう素材なんですね。でもう一種類の方が、ヒラメ。こちら両方とも浪江の請戸から上がったお魚。もう直送で送っていただいて、
まあ、そちらの大きなキノコもナメコなんですけど、え、はい、え、こんな大きいナメコあるんですか。こちら郡山の鈴木農園さんっていうところで作っているジャンボナメコっていう、うん、ナメコ、ナメコです食感としてはマッシュルームのような感じですけど、外がこうものすごく滑らかな舌触りなので、今まで食べたことないような感覚。ソースがこうなんていうんですかね、素材の味の邪魔をしないというか、はい、それで合わせました。はい、いろいろです。さすがですね、はい、持ってますね。あ、ちょっとだけこうやってやっぱり地元の食材でキッチンカーで作るっていうのは、はい、あのシェフとしてはどんなお気持ちなんですか。やっぱり楽しいですけども、その分責任が大きいっていうのを一番感じております。しかもキッチンカーがこれそばにあるんですよ。すごく静かですよね。地元の食材を青空の下で食べる、こんなに最高なことはありません。福島で、はい、このような水素キッチンカー、はい、世界で第1号になっているわけですけれども、ね、はい、どんな思いですか。はい、福島県はやっぱりあの原発の事故があって、まあ、東日本大震災もまだまだまあ終わってない、まあ、心も癒えてない、まあ、そういった中で県と、まあ、トヨタさんがこの福島県を水素のまあタウンにしていきたいという思いに共感をしてですね、まあ、この水素というのをきっかけに いろんなものをまあ光を当てるようなチャンスをトヨタさんにいただいたなというふうに思ってます。これまでにないことへの挑戦ですから、ある程度のリスクもあるでしょうし、お金の面も非常にかかってしまうと思います。会社にとってはいいことばかりではないと思うんですけれども、どうお考えですか。そうですね、あのコスト面はもう相当かかっておりますので、儲からないものを儲かるようにするのが我々のやっぱり経営者としての仕事だというふうに思ってますので、そういう思いのあるものが集まってこのプロジェクトが進んでおりますので、盛り上がりながらあの企画を立てているという状況になってます。こういうところはもうちょっと課題かなって感じる部分もありますか。はい、我々こう当然水素ステーションで水素とか入れさせていただきますが、じゃあ水素の車を使ったからといってですね、脱炭素に 100% つながってるかというと、そうではないという状況がありますので、我々は使う水素を使うところをまず先にもうちょっと開拓をしていきたいと思いますが、水素を作る段階のそのもののやっぱクリーン化が進んでいただければ、水素を核にした脱炭素がこの福島という地で進めばいいなというふうに思ってます。私から富川さんに一つ質問というか、はい、あげたいと思います。あのこの車ナンバーをですね、はい、5924というナンバーにさせていただいたんですね、はい、これどんな思いが詰まってるかちょっと意味があるんですね。5924に意味があって5924にしました。もっと良くしたいなと思ってこの水素キッチンカーされたわけですよね、はい、そうなったら環境がものすごく改善されますよね、はい、だから本当にね、号泣するほど涙が出てくると思うんですよ、はい、その涙で出てくるのはやっぱり明るい虹だと思うんです、はい、だから号泣して虹ができるぐらい、はい、素晴らしいこの未来が描ける水素キッチンカー、はい、どうでしょう、はい、じゃあそれを使わせていただきます。え24節気という季節があるんですね。24節気があって、はい、地域ごとのこうそこにできる生産物とかもう気候とか、まあ、花とかで、今福島県って59市町村があるんですね。なのでこの59市町村の隅々までこの24節気で生まれる食材とかをこのフードキャンパーを使って旅しながら調理をして、その魅力を開拓するための車ということで5924というナンバーにさせていただきました。なるほど、はい、今回原発事故とか東日本大震災、やっぱ曽々地域がものすごく当然被害を被ってて、まあ、町を追われて、まあ、それたち一番の被害者で、我々いわゆる郡山を中心とした中通りといわれる地域、会津という地域、まあ、それぞれやっぱ12年も経ってるともう何か震災終わったような気になってるんですが、県内全域にこのフードキャンパーが、旅することによってですね、県内を一つにしていくような道具になっていきたいなというふうに思ってます。福島を中心に店舗を展開する大手スーパーのヨークベニマルでも配送車に燃料電池トラックを取り入れました。今後福島県内の企業が60台の FC トラックを街で走らせる予定です。水素で走る、分かりやすいですね。ね、そうですね、最初この英語の FCEV ってことだったんですけども、はい、平易な言葉でひらがなでっていうことで、
入れさせていただきました。生鮮食品を取り扱う会社として、はい、この水素の運送という、はいはいはい、このイメージはどうでしょうか。 CO2 をそれだけ排出しながら毎日走ってるってことでは、やっぱり水素燃料電池トラックまたは EV っていうのもあるとは思うんですけども、そういった方向にですね進んでいくように、我々も実際毎日使ってる車がそういうふうな方向に行くようにですねご協力したいってことで取り組みさせていただいております。まずは第1号として走り始めるわけですけれども、今後仲間たち60社ほどが運送もやってるしトラックでやっていくことになります。どんな思いで進めていきたいですか。データとかを共有しながら大事な未来につながる、そういう意味ではみんな仲間として一緒にやっていきたいというふうに考えております。はい、ただ課題もあるようです。この上にコンテナをこういうふうに積んで、でそれをですねこのトラックに積み込むわけです。3トンの場合は12台しか入らないんですよね。はあ、で我々が通常やってる4トン車だと20台入るんです。同じ量運ぶのに1台で済んだのが2台使わないといけないってことになると、なかなかスーパーマーケットサイズだとコンビニだと大丈夫だと思うんですよね。なるほどね。はい、カートラック20台入るようにしてください。でもそうするともっと広がるってことですよね。商用別に乗れば水素燃料電池トラックをベースにですね我々のこういうオペレーションが全て組み立たって二酸化炭素を出さないってことに必ずつながると思ってますので、この他にも福島県内ではスクールバスや営業車など様々なモビリティで水素エネルギーを活用していく予定です。その紹介はまたの機会に。トヨタイムズでは引き続き福島の皆さんの挑戦を追いかけてまいります。世界のトヨタの仲間から最新情報をお届けするワールドトヨタニュース、今回はベトナム、アルゼンチン、台湾から届いた情報をお届けします。今年で16回目を迎える夢の車アートコンテスト、15歳以下の子供が描いた夢の車の作品を世界中で募集するトヨタ主催のグローバルなコンテストです。2004年から続いているこのコンテストでは、これまでに世界のおよそ140の国と地域から800万点ほどの作品の応募がありました。今年はどんな作品が集まってきているんでしょうか。まずは台湾から。今年台湾では合計12万353作品の応募がありました。小朋友们的优秀的作品，我觉得可以看到大家对车子有很多各种不同的想象。ここで受賞作をご紹介。空飛ぶ森の乗り物などユニークな作品が多いですね。那其实在一个小小画面里面，它的细节非常用心的去刻画每一个在车子里面的房间。一方ベトナムでは、国内で配布されている子ども新聞でこのコンテストを宣伝するなどしていて、今年は55万3972もの作品が集まりました。子どもたちならではの斬新なアイディア、このコンテストは未来の車作りに刺激を与える大切な機会になっているといいます。次はアルゼンチン。現地の35の公立学校が参加し7018作品が集まりました。その応募作品の中から審査員が優秀作品を入念に選んでいきます。今年は環境問題、動物問題、新型車の燃料、そして泳ぐ車や空を飛ぶ車といった作品が多かったといいます。このように各国のナショナルコンテストで選ばれた優秀作品からワールドコンテストの受賞作品が選ばれ、8月に入賞者が発表されます。ここからは去年行われた第15回のワールドコンテストの受賞作品をご紹介します。7歳以下の部ではタイのカウィファット・トンチャイソングさんの作品が選ばれました。
ゴミを価値ある製品にリサイクルするという切り口で、ゴミを吸い取るように設計した車を描いたそうです。8歳から11歳の部からは、中国のディエンチンカさんの作品が受賞。宇宙のゴミをきれいにするロボットのような車をデザインしたそうですよ。12歳から15歳の部では、アメリカのアバイエーさんの作品が選ばれました。I'm so honored to receive this award, and I'm so incredibly humbled to have been chosen out of all the incredible artists who submitted in this competition. 小型のピアノ線に乗ってくる人々に音楽の世界を紹介したいという思いを表現したそうです。どれも鮮やかな色使いで迫力のある作品ばかりですね。さて、今年はどんな作品が選ばれるんでしょうか。今から8月が楽しみです。